今ファンの温かい声援を浴びてどんな気持ちですか？そうですね、まあ、やっと始まったなっていう気持ちです。はい、今日はどんなちょっとこう首をかしげるようなシーンもありましたが、自分自身は出来としてはどうだったんでしょうか？まあ、調子はあんまり良くなかったんですけど、粘りながら投げれたと思います。どうでしょう、ファンの存在というのも大きかったんじゃないでしょうか？そうですね、たくさんの声援があったので、なんとか、まあ、最少失点で、抑えることができたと思います。それから今日はキャプテンの坂本選手、そして4番岡本選手の援護もありました。エースとしては心に火がついたところあったんじゃないでしょうか？そうですね、いつも本当に頼りがいのある、野手陣なので、何度かピッチャーが奮起して、これからも戦っていこうと思ってます。さあ、改めて5勝目を挙げました。チームも首位を走っています。そして今日からの6連戦ファンと共に戦うということになりますが、この6連戦に向けてもチームを代表してお願いします。そうですね、今日の戦いを見るようにファンの皆さんの声が、力になっていると思います。明日からも温かい声援、球場に来て、またよろしくお願いします。ありがとうございました。岡本選手も来ております。今ファンの皆さんからもおーという声が上がりましたが、岡本さん、あの4回勝ち越しのホームランですが、ファンの前で打ったあのホームランどうでしたか？嬉しかったです。いつもとは変わらない岡本さんですが、あの滞空時間が長いホームランでしたが、岡本選手自身の手応えというのはどうでしたか？そうですね、もう打った瞬間は行くなと思ったんで、まあ、よかったです。あのファンの皆さん、ちょっと驚いた表情を見せていましたが、岡本さんに驚きはありませんでしたか？そうですね、まあ、ちゃんと捉えたんで、はい、大丈夫です。改めてファンの前で野球ができる喜び、この本拠地東京ドームというのはいかがですか？そうですね、ずっとビジターだったので、やっぱりホームでファンの方々が応援してくれるっていうのはすごいありがたいですし、力をもらえたと思います。今日の本番でホームランランキングももう独走の12本目とトップを走っていますが、この6連戦ファンとともにまだまだホームランもファンが期待しています。この6連戦に向けてお願いします。そうですね、まずは明日勝てるようにしっかり仕事ができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。楽天からジャイアンツにやってきました田中翔志君。田中翔志です。仕事を頼んだことか、はい、中谷さん、今日は本当に痺れる場面、1点差8回という場面でしたね、はい、いやもう本当にあの菅野さんの勝ちを消さないようにって、それだけでなりました。よかったです。この選手がいつも持って、そして東京ドームのマウンドというのはどんなマウンドでしたか？いや、最高です。最高です。楽天から移籍をしてきて4試合完璧に抑えていますが、はい、またこうジャイアンツのユニフォームを着てプレーするということに対して新たな決意というものもあったと思いますが、聞かせてもらえますか？いや本当にあの昔からあのテレビをつけたらジャイアンツの試合がやってて、本当に好きな球団で野球ができているので1試合ずつ頑張ります。今日の試合も素晴らしい勝ちを見せて、この後の試合も勝ちパターン、しびれる場面での登板もあると思いますが、今後に向けてお願いします。とにかくあの一人一人打ち取れるように一生懸命打っていきますので、応援よろしくお願いします。